欧州観音の、まあ、料金に関してのお話になります。入会金はですね2万円ということになるんですけれども、まあ、文系理系作文それぞれの講座が90分、1万4000円、月4回でですね毎週1回ということになります。でね、欧州観音を鍛えるという科目はですね、学校のカラーテストの対策がまず1点、それとですね四谷大塚の予習シリーズ、これをの算数をね、主にやってます。なんで四谷大塚の予習シリーズをやるのかというと、近年欧州間の理系問題が非常に難しくなっている、かつ私立との併願もね、直前になってね、おっしゃる方も、ね、結構いるんですよ。最初は欧州間1点ですって言ってるんですけどね、直前になってくるとやっぱりどっか受けようかなというふうに言われるんですね。でね、算数だけ仕上がっているとなんとかなります。私立受験もね、まあ、中堅校ぐらいまではノア式予習シリーズ学習法、これ中学受験ノアの方でやっている方法なんですけれども、それをね使いながら予習シリーズも、ここまでがね欧州観音を鍛えるという科目で、やってるんですよ。文系理系作文であふれたものをやるっていう意味もあるんですけどもね、欧州観音を鍛えるは学校のカラーテストの対策で、予習シリーズの算数で、文系理系作文で溢れたものをやるっていうね、まあその他みたいな科目になってね、オプション講座になるんですけどね、ちょっとリーズナブルに、9000円に抑えてますね、そっちの方はですね。ですので、まあ文系理系作文を取ってる子はほとんどの子は取ってるんですけれども、オプションのね欧州観音を鍛えるもね 80% ぐらいの子ですかねは受講していただいてるかなと思います。その他ね、テキストの方、オリジナルテキストの方等もね、まあ下記のホームページに、ね、載っている通りなんでね、まあ、ぜひ見ていただければなと思います。で、欧州観音ではですね、個別指導ですので、いつ入塾していただいてもですね、スタートはできます。で、月途中でもですね、まあ、日割りで授業をやったところで、からの計算になりますので、途中入塾された方でもですね、月途中でもそういうところはご心配なく一つで、ね、していただければなと思います。まあ、料金の方もですね、お父様お母様下の方にぜひ見ていただいてですね、塾の中の確認テストとかパーシモンオール勉強会ですとか、あと塾生限定動画でとかですね、こういうものはすべて、自習机も無料になっておりますので、その辺のところをメールを会計でですね、ご安心なくやっていただけるようになってますので、勉強をやる気がある子はね、毎日、ノアの教室に皆さん来てますので、ぜひ塾を活用して皆さん欧州観音絶対合格を果たしましょう。